カチパどうする。どうもこんにちは、トラゾーです。今日の動画はタイガースの今後の勝ちパターンの投手について話していきたいと思います。まず現在の勝ちパターンですが、7回は流動的ですが、基本的に岩崎投手、8回浜地投手、9回湯浅投手という流れできています。しかし湯浅投手以外がしっくりきていません。岩崎投手は開幕から3連投し、3月31日、4月2日と2試合で失点しています。どちらもイニング途中でランナーを背負ったところからの登板だったので仕方ないところはありますが、逆にそういった痺れる場面で起用されているからにはしっかり抑えてもらいたいところです。そして浜地投手ですが、ここまで3月31日、4月1日、4月4日、4月6日と投げてきました。開幕戦は失点はしなかったものの、ライトへの大飛球を板山選手がファインプレーでしのぎました。その後もヒットを打たれてしまいました。4月4日広島戦では1点リードの8回で登板、2本のヒットを打たれるとデビッドソン選手に高く浮いた変化球を外野に運ばれ、犠牲フライで失点し同点に追いつかれてしまいます。4月6日ヤクルト戦では同点で迎えた8回に登板、ストレートのフォアボールを与えてからの続く山田選手にコロも高めに浮いたまっすぐを捉えられ、バックスクリーンに運ばれ勝ち越しを許してしまいました。浜地投手がストレートのフォアボールを与えてしまった時点で、ああやばいなと思っていました。というのも去年は52試合に登板、与えたフォアボールはわずか5個、あっさりストレートのフォアボールを与えてしまうなんて浜地投手からしたら非常に珍しいことです。やはりまだ調整不足なのかなと思いました。これについて岡田監督は、もうだからこの間もそうやったけど、なんか決めに行くとき高いやろボールな、投げた瞬間に高いもんな、まあちょっとこれは考えなあかんな、今のままじゃちょっとしんどいかもわからん、まあな、去年あれだけ頑張ったからな、そういう形でな、開幕から使うてたけどずっと悪いもんな、と勝ちパターンから外すことを示唆するようなコメント。ここで去年の成績と比較すると、2022年52試合に登板、防御率 1.14、失点はわずか9というのに対し、今年は4試合に登板、防御率 6.75、失点3と、やはり失点のペースが違います。まだ開幕から1週間なので何とも言えませんが、勝ちパターンを考え直す必要がありそうです。新たに考えるとすると、石井投手が開幕からむちゃくちゃいいです。ここまで3試合に登板し無失点と好投。石井投手の魅力の一つといえる奪三振こそまだ奪えていませんが、見ていて安定感があります。そしてケラー投手です。ここまで2試合に登板、開幕戦こそ失点しましたが、次の登板ではしっかり抑えてくれました。去年のケラー選手を見ていても、ヒットすら打たせない力強いピッチングができているので、これも安定感抜群です。ここに岩貞投手も帰ってくるので、候補はたくさんいるので困りはしないと思います。ここからどのような勝利の方程式でいくのか楽しみです。岡田監督は当初から勝ちパターンは3人で固定せず、日替わりで使っていくと明言していました。浜地投手もしっかり調整し直して、しっかり勝利の方程式に食い込んでくれることを期待しています。以上、今後の勝ちパターンについて話させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。